お、え、自分の自分でね、これ誰の？はい、はい、じゃあフジポン TV 本日も始まりました。で、本日高田の、お、よろしくお願いします。で、高田のババアなんですけど、今日あれですよね、こういう豪華メンバーに集まっていただいて、今日多分ちょっと視聴者の皆さんもわからないと思うんで、簡単に自己紹介していっていただいてよろしいですか。陽子先生から、はい、はい、アームレスリングチャンピオン、5人のママ、シングルマザーの山田陽子です。おー、よろしくお願いします。かりんちゃん、お願いします。はい、目黒でイベントバーアビールを運営しているかりんと申します。よろしくお願いします。お、お願いします。やっぱり短い。はい、ゆうすけ先生、お願いします。浦川ゆうすけと言います。弁護士をやっています。で、つい最近なんですけど、国民主党の東京都連の政策委員に任命されました。今後は政治活動もやってまいりますので、よろしくお願いします。おー、よろしくお願いします。じゃあ、ゆうすけさん、お願いします。はい、元セクシー女優で、今は、はい、映画や VC でも映画を、はい、やっております。よろしくお願いします。お、お願いします。パンダさんです。言った言ったような気がします。言ってなかったですね。はい、うん、で、今日皆さんテーマなんですけど、先生が弁護士から国民民主党に行かれるということで、そこについてみんなでディスカッションしていきたいと思いますので、なんか先生からですね、今回国民民主党を選ばれた理由とかってちょっとお伺いしてもいいですか。まあ、さっきもちょっと、はい、なんか雑談的に話したんですけど、まあ、もともとそんなに弁護士になりたかったわけじゃないんですよ。もともとなんかこう、弁護士になりたかったんですけど、まあ、弁護士として行きたいっていうのは一回も思ったことがなくて、はい、もともと高校生の時ぐらいから漠然とその、まあ、ちょっと私のツイッターのプロフィールとか見ていたりとか、なんか映画と政治がすごい興味があって、はいはい、で、なんか政治家になりたいし、まあ、映画作るの好きだしみたいな感じで思ってて、こう2つの柱だったんですけど、はい、まあ、何をなる、まあ、するにしても、まあ、独立した立場でこう会社に所属せずに、はい、こう自由な時間が作れる立場じゃないと難しいなっていうふうに思ったのと、はい、まあ、純粋に両親からの反対もあって、はい、何か資格とか取らないとでもじゃないけど、そんな危ない道行かせないわよみたいなこともやっぱりあったので、はい、まあ、弁護士にはまずなろうと、はい、なんですけど、弁護士の資格を取って、それから、まあ、あるいは、まあ、資格取ってからいきなり弁護士としてもその実務できるわけじゃないんで、まあ、何年間か実務できるようになっても、私は弁護士ですってもしっかりと名乗れるようになってからは、まあ、自分のやりたいことをやろうっていうふうに思ってたんですよね。はい、だからそれで、まあ、ちょうどその時に探していた中で、まあ、一番自分の理念とかいろんなものとマッチしているのが国民民主だと思ったので、はい、今回てか前からずっとそうだったんですけど、はい、公募をさせていただいて、それで、はい、通って、その東京都連の政策委員で、まあ、いずれ、まあ、もしかしたらその選挙区割り割り当てられて、はい、それで立候補するんじゃないのかっていう立場になってるっていうことですね。おー、なるほどですね。はい、ここでなんですけど、国民民主党の理念と先生が一致した場所っていうのはどこら辺なんですかね。少し難しいんですけど、はい、まずそもそもその国民民主党の方々の、まあ、ツイッターをよくフォローしてたんですよ。まあ、いろんな議員の、各議員のフォロー、ツイッターをフォローしていて、はい、まあ、純粋に、まあ、例えば、まあ、個人の、てか、まあ、政党名出しちゃうと、例えば立憲民主党さんのツイッターの議員のツイートがありますと、はい、ちょっとそれ違くないかと思うことがちょいちょいあったりする、はい、で、維新の会のツイートがある、はい、ちょっとそれ違くないかと思ったりすることがあるけれども、国民民主党の各議員のツイートとか見てて、ああそうそう思うもんっていうのが純粋に多かったっていうのがやっぱり一番重要だったし、はい、あと各議員が結構なんでしょう、まあ、主体性を持って動いている気がしたんですよね。なんかこう、はい、まあ維新の会とかっていうのは、まあ、橋本さんがやっぱ作った党だから、はい、やっぱり橋本さんとか、まあ、松井さんとかの党みたいな感じがやっぱ若干イメージがあって、うん、民主党ですね。そのやっぱりこうその方々の意見に基本的にみんな同じだと思うんですよ。はい、で思ってるんですよ。で、うん、他にも例えばそのレイバー新選組とかってもやっぱ山本太郎さんの党だから、はい、山本太郎さんの党の考え方って基本的にみんな同じだと思ってるんですけど、はい、国民民主党の皆さんはなんかこう、はい、まあ多分結党の経緯とかもいろいろとあると思うんですけど、はい、皆さん結構自分が正しいと思ったことをつぶやいてらっしゃる気がしていて、はい、そのスタンスとかもすごい憧れたっていうか、そのなんかこう何本か柱がある気がしたから、はい、その柱の一つに私がなりたいっていうふうに思ったっていうのが一番その。まあ、抽象的な理由だとそういう感じになると思うんですよね。あ、なるほどですね。はい、そうですよね。他の政党というのは党首 のカラーで全員がこう染まってしまうというか、はい、そうです、ね、そういうとこありますもんね。ちょっと逆らえないともあるんですとも思うんですよ。正直多分なんか自分を出せないっていうか、はい、っていうところがあると思ったんですけど、国民主党は、まあ、いい意味でも悪い意味でも、はい、これいい意味だと思ってるんですけど、はい、
ものすごいカリスマっていう人がいないんですよ、逆に言ってしまうと。あ、なるほどですね。浜地さんすごいカリスマ性あると思うけど、はい、とはいえ、まあまあ、圧倒的カリスマっていう、こう、まあ、創設者であってみたいな人が、ちょっといないんですよ。はい、で、それが、まあ、こう、僕、好きな組織論っていうか、理想としてる組織論にすごいマッチしてて、はい、基本的にその、私の組織論、好きな組織論っていうのは、はい、エースとキャプテンは別みたいな考え方なんですよ。はい、なんかこう、スラムダンクでいうとその赤木さんとその桜木花道みたいな、そうのルカワみたいな感じでちゃんとずれてるじゃないですか。あれがちゃあれが一致しちゃったと、大谷翔平君が例えばじゃあ4番でキャプテンですとかになっちゃうと、その野球チームってもその人のチームになっちゃうから、逆にその人のちょっと方針とかに合わないときに、ちょっとなんかもうできないじゃないですか。下の人はじゃあ出てってくださいって感じになっちゃったりするじゃないですか。だからエースとキャプテンがこう一番強い人がキャプテンをやってるチームっていうのは、なんかあんまりこうなんかその人がうまくいってるときはうまくいくんですけど、はい、その人が抜けたときとかも誰もあんまりこうどうしていいのか分かんなくなったりとか、いろんなことがあったりとかして持続可能性もないし、はい、その人についていってるだけだから、うん、その人を支えたいと思ってるっていうよりかは、まあ、下についてるっていうイメージがすごく強いと思っていて、はい、でむしろ私としては結構その理想的な組織論っていうのはちょっと若干なんかこうトップが若干頼りないぐらいの方がみんな支えたくなるっていうか、はい、うん、それは分かりますね。で、はい、私は結構いろいろと動きたいので、はい、自分は実は代表にあんまなりたくないんですよ。そうなんですか。そうです。じゃあ玉木代表みたくはなりたくない。玉木代表を支えたいんですよ。どちらかというと支えて、はい、で動きたいんですよ。だ総理大臣になりたいかって言われるとちょっと微妙で、はい、玉木代表は総理大臣になるのめちゃくちゃ嬉しいんですけど、はい、自分はどちらかといえばその なんとか大臣とかでその政策に関係することものすごいやりたいみたいな、あ、なるほどね、政治をしたいっていう気持ちがすごく強くて、であればみんながこう国民の支持を得るんじゃないですかね。なんかそう成長したいっていう、なんかその圧倒的カリスマだと多分その人がもう全部こう支持すると思うから、それに動く、はい、忠実な人っていうのが多分好きだと思うんですよ。うん、で僕はどちらかというと結構こう自分で考えてこれがいいと思った政策を打ち出したいから、はい、そうするとやっぱりこう自由に動かせてくれる人がすごい好き。うわ、なるほどね、だからそういうことの組織論にちょっとマッチしてるって、ってかまあ逆に言ってしまう、他の党は多分全部マッチしてなくて、あ、もう NHK 党とか自分取材してますけど、はい、橘さんのトップで本当にその色に染まっちゃいますよね。ですからその国民主党だけが唯一それができるというふうに思ったので、はい、まあ、もう正直一択だった。あ、はい、なるほどですね。あとは今ちょっと思い浮かんだのが、はい、自分も NHK 党にこう携わって今年動いてたんですけど、はい、そんな中で玉木代表とお話ししたってことで、もしかしたら立花さんかもしれないですけど、玉木代表がすごい頭が良くて、うん、やっぱり単語とかでもすぐ返しちゃ う、だから頭のスピードとかすごい速いんだよとかっていうふうに言われてて、だからもう玉木代表とかも素晴らしい方なんですね。もちろん素晴らしいです。だからすごい尊敬してるし、はい、もうついていきたいって純粋に思いますし、はい、だけど玉木代表も 100% じゃないところがあるから逆に私は好きなんですよ。あ、そういうことなんですか。そうそう、だからもう圧倒的強さを持ってて、もう橋本さんみたいな感じで、はい、もう絶対的君主みたいな感じです。君臨しちゃってるとっていうのは、まあ、正直嫌なんですよ。あ、なるほどですね。もう、はい、その人のもう意見が強すぎるっていう、考え方が強すぎるっていう党はもうちょっと何でしょう、自分がなくなっちゃう気がするから、はい、だからそのだから玉木さんはなんか間違えてる時はちゃんと間違えてるって指摘できる党が一番いいと思うんですよ。あ、なるほどですね。例えば玉木さんの言ってるツイートの8割はあっても、はい、もう2割ぐらいたまにちょっとおっていう時があったりとかした時に、はい、玉木さんこれはあれだよって言える関係性がすごくいい。あ、いや、それ素晴らしいですね。逆に玉木さんからも僕も言ってほしいし、はい、みんなもそうだと思うんですよ。うん、だみんなもそういうことを言い合える関係性のが一番組織として強い気がしていて、はい、その絶対正しい 100% 正しいですって言って、もうそれと違うよって言ったもんなら、過去にあったんですよ。橋本さんの言穂る意見とかに、例えば丸山穂高さんが変なこと言うとか、はい、足立さんが何か言うとかっていうと、足立さんとの維新の会の人ですけど、はい、そのとかっていうか言うと、なんか結局排除されるんですよ。怒られば入ってたり、謝罪させられたりするんですよ。うわ、なんか厳しいですよね。そうっていうところになってて、なんかそれがちょっと見てて、うん、っていうふうに正直思っていて、石野の会っていうのも、うん、まあ、いい党だと思うんですけども、はい、政策とか見てても。なんですけど、ちょっとその党の雰囲気がちょっと難しいなと思っていて、玉木さんはやっぱり玉木さんが炎上してる時もたまにあったりとかして、そういうのが逆に好きなんですよ。はい、あ、そうなんですね。そう、逆にその、完全ではないから、一番支えたくなるから、でもそういう人って実は一番リーダーに適してるっていうのが自分の持論なので、はいはい、もうこの彼しかいないって、彼っていうかこの政党しかないっていう。あ、じゃあ玉木代表に憧れたというか、支えてあげたいっていう。この組織の在り方に憧れたっていう。はい、まあ、言い方ですけど、しかも思って玉木代表が例えば、じゃあ明日ずっといなくなっちゃいましたと、はい、なっても、その圧倒的じゃないから、みんな動けるんですよ、自分たちで。
っていう感じがあるんですけど、はい、まあ、圧倒的な生徒だとその人が例えば明日死んだ、死んだ、亡くなっちゃいましたとかなっちゃったらどうしていいのか分かんないっていう感じ で、ね、離反者も出てくるんですよ結構、はい、だけど それがないみんな自分で動いてるっていう感じがすごいするから、はい、まあ、強いと思うんです。ここ みんながこうちゃんと信念を持って動いているっていう感じがあるから、うん、まあ、その強さ、その信を持ってる感じにやっぱ憧れて、で実際入ってからも皆さんと話が本当に合うし、あ、そうなんですか、本当に合いますね。あ、じゃあ一人一人がプレイヤーみたいな感じでお互いこう切磋琢磨できるような、うん、一人一人人間性とかにもすごい憧れ、あの、あ、やっぱもう、ま、もうここだと思って、そうなんですね、すごいやっぱり今もすごいいい気持ちでいさせていただいてます。あの、なんか哀悼精神はものすごいあるけど、はい、かといって組織にすごく肯定しないで、まあ、あの、なんでしょう、この感じ、あり方にすごいが大好きって感じなんだよね、だから、はい、はい、っていう感じだと思います。これを聞かれてどうですか、組織論って皆さんもこう、あの、上司と部下の関係ってやっぱりこう対等の方がいいですか、それとも上司がやっぱりトップダウンじゃないですけど言いなりっていうか、そういったところってどうですかね。うん、まあ、私は対等な方がいいかなと思っていて、はいはい、やっぱりその自分の意見とかも出して、あの、それぞれのこう、まあ、下についてる人たちも意見を出すことによって新しい考え方がその分だけ増えると思うので、はい、まあ、対等な方がいいかなと思います。あ、そうですよね、そういった発想とかっていうのも上下関係ができてしまうとなかなか出しづらいですもんね、新しい発想が。もちろんその人によっては、はい、あの、維新の会みたいなやり方とか、あの、まあ、立憲民主党も当時枝野さんの時はまあ圧倒的カリスマだったので、はい、まあ、あるいは蓮舫さんとか辻元さんとかってやっぱり立憲民主党の中ですごい強い力を持っていると思うので、はい、逆に蓮舫さんに逆らってる立憲民主党の党員って私見たことないんですよ。あ、そうですね、はい、なんか思いません、なんか正直ツイッターとかで蓮舫さんちゃんとそこれを間違えてると思うよって言ってる立憲民主党の党員僕見たことないんですよ。そうですね、確かにいらっしゃらないですね。なんか そんなこと言ったら多分あの総統にいられない気がしていて、はい、なんかそういう雰囲気がすごく感じ取ってるんですよ立憲民主党には、はい、なんかそういうのが逆にでも好きな人っていうのはやっぱりいるわけ。あ、そういうのそういうのがやっぱりこうカリスマ性が好きな人もいるわけだから、別にどちらを否定するわけじゃないけれども、はい、ただ国民主党はちょっとそれがなかったので蓮舫、はい、さんみたいな例えばこの人に逆らったらもうこの党にはいられないみたいなのは、はい、多分正直感じていないので、はい、別にそれはすごくやっぱり私と理想とするあり方っていう感じです。陽子さんにとってだとそういう存在がエンセンさんとかもしかするとなってくるんですかね。うちは、はい、いや、あの、例えばアンレスリング会で、はい、私もどちらかというと、団体に、のこう、なんて言うんでしょう、言いなりにはならない選手。あ、そうなんですね、じゃあ先生タイプというか 95% は言いなりですよね、だから、はい、そうしないと試合に出れないんじゃないかみたいな、はい、あ、そうか、上を気にしないとやっぱ出してくれないんじゃないかとか。で、ね、うん、でもそうでもなくなんですよね。なので私はもう一人で世界大会行ったり全然向こうと一人でやってますね、はい、あ、そうなんですね。あ、じゃあ、陽子先生自体もフラットな関係の方がいいなって思いますか。うん、組織としては、うんうん、成長すると思うんですね。そうですよね、なんか理念でくっついてるからみんな、はい、うん、だからもうなんか逆に理念が合わない人は去ってくれてると思うんで、はい、すごくもうみんなの強逆にそっちの方が強いんですよ。あ、なんかその結束力、そう、結束力がそっちの方が強いような気がしてます。なんかむしろその強くあれよみたいな感じでこう無理やり押し付けてる党は、はい、やっぱりあまり、ね、あまりうまくいってないような、それがちょっと伝わっちゃってる感じがあります、その、国民の皆さんに。あ、なるほどですね、若干あるような気がします、はい、あ、ここでちょっと思いついたんですけど、陽子先生がよく慕ってる江寛先生とかはどういうタイプになるんですか。まあ、みんなそれぞれ好きにしなさいっていうタイプの人です。あ、そうなんですね。あ、江寛先生知らない人いると思うので、江寛先生軽く紹介していただいてもいいですか。池内江寛先生は、そうですね、はい、さっき言ってた新井選手じゃないですね、今、新井監督ですね、はい、新井監督や、武尊選手なんか必ず行に行くんですけど、私にとって私の師匠であって、私も、10年ぐらい前に弟子になったんですよ、突然。これすごいですよね、うん、突然復帰戦の時に、はい、行が終わってまだモヤモヤしてる時に先生がこうポンポンってやって、はい、で大丈夫だから、私の娘なんだから大丈夫なんだからって言って、いきなりその木を持ってきなさいっつって私の山田陽子って書いて、いきなり弟子にされたみたいな感じなんですけど、そっからいきなり厳しくなって、今までゲストで言ってたから、はい、もうすごいいい子いい子、優しく優しくで行をやらせてもらってたんですけど、いきなり弟子になった途端にめちゃくちゃ厳しくなって、はい、行きたくないみたいな、もう、あ、
あ、それぐらい厳しい方なんですか。あの安倍さんとも仲良く、安倍総理ですか。そうです、はい。だって江川先生なんて言ったら本当にすごいもう雲の上の人というか、ね、すごいパワーの人です。ああそうですか。あでもその方だってもうみんなを組織論というか平らにフラットには一応見ているっていうところなんですもんね。なるほどですね。笹さんとこはどうですか、そこの組織論的な考え方。私はまあ一応事務所に入っていて、うん、はい、社長だったり、うん、まあ、あとまあよそのマネージャーさんがお仕事くれたりしてなんですけど、はい、やっぱこう事務所の社長はやっぱ社長としてトップでいってほしくて、私はその対等の立場とかではなくて、うん、一応ブレないで一応ね、はい、いてほしいんですけど、はい、ただなんかやっぱこういう意見もあるよみたいな、この下の意見もちゃんと聞いてくれるような関係がいいなと思いますけどね。多分それは多分、うん、あの多分事務所とかですとやっぱ雇われるか雇われるかっていう、はい、やっぱ明確にあれがあるから、はい、やっぱりその雇われる側がここに来ることはないじゃないですか、うん、だからその、はい、やっぱり雇われる、あのでも事務所社長としては尊敬できないとついていけないわけだから、はい、やっぱりそこはなんかちょっとまたちょっと違うのかなって、その組織っていうのはその会社みたいな感じだと思うので、はい、やっぱりこう自分がこう役員とかその執行する側に立てば、はい、経営する側に立てば、まあ、あのここが対等っていう話は出てくるのかもしれないですけど、やっぱりあくまで雇われてる立場だったら、はい、やっぱりそこは逆に尊敬っていうかカリスマっていうのは重要なのかなっていう気はしてるんですけど、はい、ただ、まあ、まあ僕が今話したその党っていうのはやっぱみんなが逆に全員主役だと思ってるから、はい、だから逆に全員が主役でいられるような組織論がやっぱりそ 党っていう政党っていう考え方からすると、はい、一人だけが強くて他はなんかまあその他大勢みたいなのよりはみんながこう持ってるっていうのが私は憧れてるっていう感じ。ああなるほどですね。じゃあ先生の組織論もここに聞いて、今度はあれですね、皆さんのゲストの人たちからなんか先生に対して、まあ、先生になるというかその政治家に行かれるってことで何かこう不満とかって今ないですかね、こういったのがなんか変えてほしいとか不満でるんですね。そう不満なんかこう民の声じゃないですけど、そういったのってなんか陽子先生とか、確か質問あるとおっしゃったじゃん。今思ったのはさっき太郎ちゃんの名前が出て、はい、私実はすごく仲良くて、太郎ちゃん、太郎ちゃん、そうなんですか。そうなんですよ。それで、はい、高校時代によく遊んでたんですよ。はいはい、お寿司屋さん行ったりなんなりいろいろしてて、はい、で地元に彼が来た時に演説をしている姿を見て、なんかすごい恥ずかしくなっちゃって、はい、なんで、いや昔の山本太郎はああじゃなかったから、もっとふざけてたというか、おちゃらけ。そうですね。でも演説の時も結構太郎さんもメロリン系とかやってましたね。歌って踊ってこんな、なんて言うんでしょう、はい、あんなこう皆さんの前でこうだだっていうようなタイプじゃなかったんですよね、うん、あ、そうなんですか。遊んでる普通のプライベートの太郎ちゃんはですよ、はい、だからもう目を合わせられなかったですね。うわー、こういう真面目な太郎ちゃんなんだ。でも嬉しい気分もあり、はい、うん、恥ずかしい気分もあり、はいはいはい、あ、そういう感情になっちゃうんですね、知り合いが出ると。そうですね、うん、自転車すぐ下げましたね。こんなになったんだって思いました。うん、私はあんなだったのにこんなになったんだ。はい、この間一ノ関でもお会いしに行ったら、一ノ関の方でもビル群から太郎ちゃん頑張ってとかすごかったんですよ、パレードで。うん、ありがとうございます。それは全然、うん、だから全然自分かっこいいなと思ったんですね、山本太郎っていうのと。そういう部分もあると思いますよ。だから正直否定はしないですけど、今の太郎さんってかっこいいなって自分、まあ自分メロリン級の時代から知ってるんで、そうおちゃらけかなと思ったら、すごいですよね、急からあんなになっちゃってね。全然真面目なんで、え、すごい頭いいんですけどと思って、そう、驚きでした。うん、まあ太郎さんが言ってたガソリン税とか、そこら辺は先生どうでしょう。ガソリン税が加重税、トリガー条項の話。はい、トリガー条項で、そこか、そこら辺っていうのは先生、自分国民だったらみんなガソリン高いって思ってると思うんですね。はい、あ、それだったら別に基本的には国民主党の考え方に賛成してるから、はい、あの凍結解除すればいいんじゃないのって思ってるんですけど、はい、大変申し訳ない、あんまりそこの政策に興味がなかったあ、じゃあそこら辺はまあ、なぜかというと、はい、なぜかというと、はい、別に僕が今ここで何を言ったところで国民主党に意見が通るわけでもないし、はい、誰かに意見を通るわけでもなかったから、あんまりその目先のこと、あの僕はもう少しこう10年後とかの話をしたかったから、なんかトリガー条項の話とかっていうのは、はい、まあ国民主党が言ってることでいいんじゃないぐらいの程度しか思ってない。ごめんなさい。あ、そうなんですね。それでいいんですよ、先生。それがストレートの意見ですよ。正直そうなんです。だから、はい、あのやりたい人やってくださいみたいな感じで結構、はい、あんまり関心がなかったかもしれない。なるほどです。なぜかというとあんま車使わないし、ああ、そうなんです。乗らないの。乗らないから、乗らないから東京だし、あの電車しか使わないから、だからなんかその、まああのでも確かに高いなっていうのは正直思うんで、そうですよね。はい。いいんじゃないですかっていう感じ。あの玉木大学とかがすごい信念持ってやってられるので、
あのそれでいいんじゃないですかっていう感じですけど、そこは信じ、あのそこは、はい、そこはこう従ってます。あ、玉木代表の。そこはそこはそうですね、ついてます。はい、うん、カレンさんとか、はい、あ、すみません。カレンさんとかどうですか、困ってることとかって。なんだろう。抽象的なんですけど、はい、ちょっと若者向けの政策も打ち出してしまう。これはいいですね。はい、ね、うん。若者向けの政策っていうか、まあ、うん、なんでしょう。この国の元気がないから、そもそも。だからそこを上げないといけないじゃないですか。はい、で、なんか、今国民、実はちょうどこの撮影の話がある前と後で、いろいろとごたごたがあったんですよ。ご存知かもしれません。前原さんが抜けちゃったので、はい、あ、そうですか。はい、前原さんが抜けちゃった。すごい結構ビッグイベントだったんですけど、はい、あの前原さんっていうあの、まあ、代表党の代表代行で、もう正直ナンバー2みたいな感じ、ナンバー 1.5 ぐらいの前原さんがいたんですけど、はい、ちょっと皆さん知らないですか。知らない。あんまり前原さん知ってます。あんま知らないです。前原さんと民主党の党首もやってたんですけど、結構ツイッターでもトレンドめっちゃ打たしてずっと。そうですね。そう。ここであってダメポンコツ4人っていう、ね、前原さん自身は知らないですか。前原さんとすみません知らないですか。前原さんは知ってますね。前原さんはもともとだってほら、ね、民主党の代表もやられたから、はい、あれすごい方じゃないですか。あ、そう第一あのもうあの野党第一党の中でも、はい、一番上だった時もあるから、多分旧の民主党です、政権交代、うん、前の民主党でも代表やってたんで、はい、結構有名な人なんですけど、前原さんが一応 1.5 番半ば 1.5 ぐらいになったんですけど、はい、この前代表選で玉木さんに負けちゃって、はい、で、まあ、まあでもみんな負けるだろうと思ってたんですけど、はい、前原さんが11月30日に抜けちゃったんですよ、はい、5人の議員、まあ、4人の議員を連れて、あと1人無所属加えて5人で政党要件を満たす新しい新党を立ち上げちゃって、はい、でそれが何だっけ、教育無償化を実現する会。え、いいかもしれない。陽子先生だってこれから無償化だったらいいですよね、っていう政党を立ち上げたのかな、はい、っていう会を立ち上げていて、でも教育無償化は実は、国民民主党も維新も掲げてるんですよ、政策として、はい、だから同じ政策なのに出るっていうのはどういうことなんですかっていうと、まあ正直みんな持ってるのはこれ維新に合流するんだなってみんな思ってるんですよ。あ、なるほどですね。あの正直そう、はい、ただ維新にはいきなり合流できないんですよ。なんでかっていう、比例代表で受かった人がいて、国民民主の、はい、国民民主の比例代表で受かった人は別の党にいきなり行くと、はい、国民民主の資格を失うと、あのその党で受かってるから、はい、あの自動的に議員の資格を失うっていう条項があるんですよ、公職選挙法に。うわ、なるほどですね。だから一回新党を経由して結局後で合流するんですよ、はい、だからそれがもう、まあ、国民民主からすると裏切り行為ですよねっていうので、今結構話題になってる、あのほとんど政策同じだから、はい、抜ける理由は全くないので、はい、代表選に負けたらそうやって抜けるんだ、てんてんてんみたいな感じで、うん、結構国民民主の方は怒ってるんですけど、維新は大歓迎してるんですけど、はい、で私は別にどっちでもいいと思ってて、まあ、去る人は去ればいいんじゃないって感じなんですよ、正直。そこ結構ドライで、はい、さっきの組織論からすると、まあ、去ればいいんじゃないみたいな。でもさ、うん、でもそんな理由なくて去ったらどうせ落ちるよって思ってるから、正直。そう、前原さん、それ割ますよね。前原さん落ちないと思うけど、前原さんについていった人たち結構マイナーなんで、はい、あの人たちみんな落ちるよねって正直思ってるから、別に結構ドライで、うん、ああ、そうなんだっていうぐらいなんですけど、はい、何でそんな話したんですか。おお、あれです、若者の政策ってないですか。そう、それで、だから、はい、そう、だから、なんだっけ、教育無償化とかっていうのを掲げてるけど、はい、え、若者の政策ですよね。若者に向けた政策ですね。教育無償化もでも若者に向けたっていうか、これから未来には種まきになりますよね。親御さんたちが助かるし、子供たちも学力伸びると思うんですよ、無償化にした方。そうなんですよ、ね、結局。そう、だから、そう、3党国民教育無償化を掲げてるんですよ。だから、はい、国民民主党も、維新も、はい、多分教育無償化を実現する会も掲げてるんですけど、はい、すみません、これ今日結構一番話したかった話の一つなんですけど、はいはい、実は僕そんなに教育無償化は賛成してないですよ。え、それはなんでですか。結構意外に思われてる。なんでお前それなら国民民主なんだとか、結構多分それこそ大阪の維新のうちみんなこう教育無償化ずっと掲げてるから、はい、もう結構叩かれるかもしれないですけど、はい、結構教育無償化別に正直、え、そうなのっていう感じで正直思っていて、はい、なんでかっていうと、教育無償化の効果が実現する、まあ、教育無償化、要するに高校無償化するって話だと思うんですよ、一番は、はい、で教育の質をあの上げるみたいな、教育の質を上げるのはいいんですけど、教育無償化を実現するっていうんですけど、はい、高校生になるまで十何年かかるわけじゃないですか、15年ぐらいかかるわけじゃないですか、はい、15年後の未来を見据えて、それ結局少子高齢化対策なんですって、どこも、はい、これ私の意見です、国民民主の意見じゃないですよ、はい、国民民主の意見じゃないんですけど、はい、国民民主も維新も、その教育無償化を実現する会も、はい、少子高齢化はまず解消しなきゃいけないってところにスタート地点があるじゃないですか、はい、少子高齢化
化を解消しないとこの国が元気になる、さっきの若者のための政策ですけど、うん、そもそも本当にこういう形になってるんで、人口ピラミッドが、はい、で投票に行く人たちはもう高齢者ばっかりなんで、はい、もうそうするとみんな高齢者向けの政策ばっかり打つじゃないですか、はい、あの高齢者にお金ばらまけばみんな投票してくれるから、うん、だから、そういう政策になっちゃうし、若者の政策にならないじゃないですか、はい、でだからこの人たちはそのこの国の未来を考える、若者のためを考えるっていうと、まず少子高齢化を解消しなければならないってまず一番最初に考えるわけですよ、はい、で少子高齢化を解消するためにはどうするのかっていうと、さらに飛んで教育無償化をすればいいって考えてるんですよ、うん、はい、だけどまあ分からないです、 そういう意見が大阪とかの方だ、近畿とかだったら結構強いのかもしれないんですけど、はい、私は東京でずっと生まれ育ってきたら正直分からないのは、はい、やっぱり自分も子供いるんですけど、はい、まあ、4歳と1歳の子がいるんですけど、はい、今が一番大変なんですよ。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ大変なんですよ、子育てって。ちっちゃい子めちゃくちゃ大変だから、本当に可愛いだけじゃないですか。そうそう、すごい可愛い、すごい。大変と思うかですよね、でもそこは。あ、そう、可愛いからね。そう、可愛いでしょ。だからもらうものとすごい、だからその人生がものすごい変わるところと、すごいあるんです。だからもう、なんでしょう、自分の思ってた以上に10倍ぐらい大変だけど、10倍ぐらい可愛いんですよ。はい、うわー、そうなんですよ。そうなんですよ。だからもう、すごい可愛いんですよ。だからそれだけ大事にしたいっていうか、そう、でももう全然その気持ちは今その気持ちは、だから親の気持ちっていうのは、はい、こう生まないとやっぱ分かんないなって感じ正直あって、あ、そうなんですね、うん、すごい可愛いで、はい、だからその子たち、その子たちだからその子供ってだからちっちゃい頃やっぱり一番大変で、その頃をやっぱりこうやりたくないから、はい、みんなこうその人生を変えたくないから大変だし産むの痛いし、もう、まあ、もっと若くいたいしって思うからみんな産まないわけじゃん。まあそうですよね、はい、だ結構そのここの話だと思うのに、なんかこう 15歳から上の先で安くしたから無料にしたから、はい、じゃあいっぱい産もうって言って少子その何でしょう、出生率がだから 1.2 ぐらいから 1.4、1.5 ぐらいまで上がります、2まで上がったから2人から2人が生まれるから人口減りませんねみたいにちょうどなるのかって言ったら、はい、こんな爆発的な起爆剤になるのかなって正直思っていて、いや思いますね、はい、思っていて、それがやった教育無償化だったよし、この国再生するぞってなるのかって言ったら、そんな正直、ね、そう正直そんなにこう、そうですけど、はい、抜本的な改革にならない気がしているから、うん、はい、だからここがまず繋がらないんじゃないのかなってまず思うんです、はい、教育無償化が少子高齢化にそこまで影響を与えるんですかっていうのが、うん、今中学生の親、中学生 のお子さんがいらっしゃる親とかはもうすごい喜ぶと思うんですけど、うん、はい、だけどそのちっちゃい子をこれから産む人が喜ぶかって言ったら、はい、もう喜ぶ人は産む人はどちらかといえば産んだら住宅ローンが無料になりますとか、はい、そういう方がもうそしたらマイホームが手に入りますとかの方が、多分本当は そっちの方が嬉しいわけ、3人産んだらマイホームが手に入る、の住宅ローンが免除されますとかだったら、はい、もう喜んでみんな結構産むと思うから、そういう方がだから直接的じゃないですか、うん、本当だからそう、だから教育無償化って果たして少子高齢化につながるのかなっていうのがまず一つなんですよ、はい、でもさらに僕はこれ結構品種変わると思うんですけど、はい、もっと言ってしまうと、そもそもこれ結構でも実は僕外資とかに行ったからなおさらすごく思うんですけど、はい、少子高齢化って解消する必要があるんですかっていうところに、そうなんですか、それってあれじゃないですか、年金とか支える分母が少なくなっちゃうからか、つまり今少子高齢化っていう話をしている人たちの前提が、はい、みんな日本の国だけで、はい、かつ大和民族だけで維持しようとしている前提がやっぱりどうしても見られるんですよ。あ、なるほど、世界全部で見てねっていう、なんかそのそう、なんか大和民族だけで維持するっていう前提で維持してる、はい、日本の民族だけで維持 しようとしてるから、はい、っていう前提でその民族を増やそうとしてるじゃないですか、はい、そうですね、もう産ませようとしてるじゃないですか、はい、別にみんな産みたくないもん、結構それこそ女性が社会進出していけばやっぱり減るのは実際事実なので、はい、それはやっぱ相関関係にある、実際で女性が社会進出してっていっぱいもみんな自分の人生を生きるようになって子供が生まれなくなってっていう風になってる先進国あるあるで、はい、その状態で無理やりこう産ませようとする、うん、っていうのを政策としてやってもそれがもうその逆行してんじゃないのかなっていう考えがあって、はい、で、私の結構考え方としてはどちらかといえばそのもう少しこう日本人の定義を広げてもいいんじゃないのかなっていうのが結構考え方なんですけど、ただそれ保守系の人にはめっちゃ叩かれるんで、あんまり、はい、あんまり言えないんですけど、はい、私はどちらかというと日本人の定義を広げた方が、はい、つまりなんかね、例えば
あのイングラン、あの例えばサッカーの選手でイングランドを見てますと、はい、サッカーの選手でフランス、じゃあフランスで一番強いのは今誰ですかってエムバペさんですって言ったら、はい、エムバペさんはじゃあアフリカの人ですよねっていう感じだったりとか、はい、もうイングランドの選手見てても黒人ばっかりじゃないですか、半分ぐらいも黒人ですとか、はい、で、 あので、日本の代表のラグビー強いですよねって、最近強くなってきましたよねって言ってもやっぱり外国人リーチマイケルさんがいたりとかして、はい、やっぱりその結構マルチっていうか、うん、インターナショナルっていうか、はい、っていうのが当たり前になってきてて、すごくそういう境目がなくなってきてるのに、はい、なんか日本人だけすごく日本だけで戦おうとしてるんですよね。そこなんですか？ってちょっと思ってるんです、私の中では、うん、なんかそれがちょっと結構そもそもで、逆に日本人はすごい減ってるけど、はい、他の世界で見たら人口も爆発してて、そうなんですか？全然増えてるじゃないですか、増えてるじゃないですか、もう全人口がどんどん70億、80億っていってどんどん増えてきてる、本当にすごいペースで増えてってる中で、はい、あの本当にインドとかバングラデシュとかすごい勢いで、ブラジルとかもそうですけど、すごい勢いで増えてる人口がっていうところもある中で、その人口を増やせば経済上がる、それは当たり前の話なんで、はい、人口を増やして経済を立て直すその競争にまた参加するの日本はってちょっと若干思っていて、それが果たして日本が生き残る道なのっていう話で、でもそもそも日本が世界で勝つ、もともと世界で勝っていたっていう時は、やっぱ世界っていうのは基本的にアメリカとヨーロッパのことを指すじゃないですか。だからヨーロッパとかで結構上にちゃんと自分の企業が、例えば本当にその最盛期はもう本当ヨーロッパのいろんなところにも、あのアメリカのいろんなところにもパナソニック書いてあったりとか、もうソニーが書いてあったりとか、すごいもうすごい時代があった、そうすごい、トヨタはまだ今強いですけど、でも本当にもうあのテスラになんかこうなんかされるかもしれないし、そうですね、イーロンマスク、なんかこういろんな、もう最盛期はもう本当すごかったわけじゃん、日本の企業がいっぱい、もうあのその時価総額ランキングでも50位中やっぱり26社は日本だったわけです。そんなに入ってたんですか？過去バブルの時はそうなんです。平成の元年の時価総額ランキングで50社あるんですけど、50社中今26社が日本企業だったんですよ、はい、でだけど今は1社だけなんですよ。トヨタどこですか？トヨタですか？トヨタだけなんです。ソニーも入れないですか？今ソニーも入れない。でもうむしろサムスンがダメなんで。そうなんですか？他の企業何個か入ってるけど、はい、日本企業1個しか入ってないんですよ。これはちょっと恥ずべきところですよね。そうで、で結局世界で勝つってそういうことなんですよ、はい、うん、世界で勝つっていう企業にするためには、もっと日本人が英語話せたりとか、もっと日本人が世界に出ていける環境を作らなきゃいけないのに、うん、はい、なんかちょっと維新もその教育無償化実現する会も、またうちの党も含めたんですけど、はい、どうしてもここで考えてるんですよ。日本列島ですごい考えてる気がしていて、はい、なんかそれがちょっと私はもやってしてるけど、うん、って思います。